でもすごいですね、あそこまで人を債権者踏み倒してでも自分のための利益を上げようとする。だからそういうのが、中国とかの人たちはそうなんでしょ。中国なんかは日本人の大和魂とかではダメだから侵略してくるかもしれない。だから軍事力をしっかりと自衛力を高めていかなきゃいけないっていう、そういう意味ではこの身近なところで日本人でもこんな人がいるんですよ。で僕もまさかとは、さすがに、ね、池上彰さんと仲良くしてたけどメールまで見ましたから言い訳しかならないでしょうけども、だから本当に危険な人たちであって、僕は黒川に関しては昨年の3月の時に見抜いた。こいつ本当やばいなと。一生懸命ねコールセンターの人たちが電話対応、もちろんコールセンターだけじゃなくていろんな人がボランティアでやってくれてるのにそんなの知るかいと、はっきりと言いましたからね。あいつで僕に向かって家族だ家族だって言うからな、お前みたいな変な家族いらんぞと。で130万円にするのか幹事長を辞めるのかどっちかにしろと、本当に党のためにやっていくんだったらこの状態で130万これはおかしいだろうと、両方だ両方だというわけですよね。であいつの背後にいるあれ山村っちゃったかな、まあ、いわゆる乗っ取れというような文明が出てきたんで、その山村に電話させてお前ええ感じせよと、めちゃくちゃ怒鳴りましたよ9時間の時は。だからそれを見てて大津さんがまさか黒川についていくとは思わなかったけども、まあ、もう黒川と完全に近いんでしょうね。同じように人のお金を自分のものにするっていうそういう考えの人なので、だから我々が思う以上に悪質なんで、これ本当に破産申し立てが通ってボロが出てくるっていうのがもうすぐなんじゃないかなと。あと、まあ、麹町警察の刑事さんとか顔を見てて、あ、分かってます分かってますって感じでしたよ。もう大津のこといちいち言わなくても、まあ、おそらくも取り調べを受けてると思います。さすがに少なくとも僕はもう黒川に対して、もちろん杉田に対しても刑事告訴を出して、それを従前申し上げていることで受理されていますので、僕とあいつらがもうないっていうのは警察は調べて分かってるんでしょうけども、じゃあ大津彩香と黒川の関係や杉田との関係っていうのは、あのそうステルスであいつらやってるかもしれませんね。一応辞めたと言いながら大津が杉田に対して何か資金援助してる可能性だって否定できませんから、それはまさに警察が今調べてるという感じですね。まあ、そんな中でだから財産ね、あの破棄罪とかについても調べてくれてるのではないかなって期待はしてます。タイミングとしては素晴らしかったと思うんですよ。やっぱりこの破産事件において詐欺破産罪って法定刑10年なのでとても重いと、通常 の詐欺罪とかと一緒なんで、これに対してその特別捜査本部が立ち上がってる中で債権者委員会が事実を調査解明してこれはダメだと、俺たちは許さんっていう意思表示をするのは非常に大切なことだと思うんですよね。もう捜査本部からしたら彼らの関係性っていうのは大体あの整っていると見えてると思うので、そこに我々の方が被害者としてちゃんと意思を伝えていくっていうのはあの非常に大切なことだろうなと思います。そうそう、ひろいさんも訴えてるからね受理されてる。この今話題に上がっている話題のキーワードというのは刑事的な罪に関することだと思うんですけれども、このポイントが債権者委員会としてみんなで作る党側に追及していく、相手方を刑事的に追及し追い込んでいくという役割としてあのやっぱり強力なものになりうるんですか、この債権者委員会。告発は告訴じゃなくて、それだと告発できますよ。基本的には債権者が被害者ではあるので告訴権者としていいと思います。まあ、いわゆる財産を破棄され、みんなで作る党の財産が減ったことに対して直接的な被害者っていうことで考えれば告訴状でいいと思いますね。それは関西人の方に、促す形で行われるんですか。いやいや、関西人ではなく普通に警察あるいは検察ですね。そこは関西人が介入しないとできないことではないです。債権者それぞれの独自の権利、逆に言えば皆さん一人一人が告訴権者になれるって話になります。第1回債権者集会にはどういうお金が入ってきて現在どうそれが使われてどれだけ残ってるっていうのは開示されるんですよね。黙っていればかなり抽象的な報告になるんですよ。債権者集会って中身が詳細するかって言ったらそこは関西人の裁量なので
かなり抽象的に報告される可能性があったので、そこを我々はしっかりと一つ一つのことを確認したいと。これはもう債権者委員会が立ち上がった立ち上げる大きな目的の一つです。その取り組みの先にはですね、代表権を取り戻すという形、その可能性を高めるような流れを作っていけるということなんですか。この先ちょっとまだどうなるかわからないし、あの現時点で彼らがその犯罪を犯したと断言するものでも当然ないんですけれども、やはりこの破産手続き進めていく中で加算犯罪人に証言拒否したりとか帳簿を出さないということも犯罪ですし、この破産手続きをやることによって生まれてくるその犯罪行為っていうのがあり得るんですよね。だからそういう意味ではこの破産手続きをそもそも申し立てたことで、またその被害者である破産債権者がそういう意思を捜査機関に伝えていくことっていうのは非常に重要だと思います。代表権争いの、まあ、日審ですよね、その判決に影響する可能性というのはあるんですか。裁判官のその心証にどこまで影響するかは私は分からないですけれども、まあ、ただ裁判所も人ですからね、ニュースも当然翼の塔のことだって見てるわけですから、じゃあ今回の一連の騒動が裁判所が心証的に考え直す機会になるかといえばなるんだと思います。少なくても代表権が渡った昨年の3月の8日以降 の出入りについてはですね、もし犯罪人が出してこないとなれば、これは犯罪人に対しての何か懲戒請求とか何かやらなきゃいけないと思います。データが大津もらってないと言ってますけども、データはもうちゃんと渡してあります。でこのデータを渡さなかった理由についてはいわゆる会計事務所が昨年の4月以降の報酬をもらえていなかったために、会計事務所の切り札として私じゃなくて会計事務所からもらってくれと、まあ、つまり彼らは4月以降会計事務所は業務をして3月以前のデータを作ってるわけだから、もう4月以降の報酬をもらってないから会計事務所と交渉してくれということを犯罪人には強く言っていたんです。ただ一方でその時には、従業員の綾原さんのお給料なんかもまだどうするかわからないと言っていたので、それはあまりにもひどいでしょということで会計データを渡さなかったんですが、まあ綾原さんに対してお給料の支払いをするということを犯罪人森犯罪人が表明したということなので、であればもうこれ以上こちらとして抵抗する、まあ、少なくとも従業員に対する給料を出すっていう話になった以上は固くなにデータを開示しないっていうのも逆に進行が遅れるので、それはもうアナさんもう2週間の前に渡してくれてんねやな、ね、これ渡してますので大津側から出ている情報っていうのは最新のものではありません。あと一人放送局からは確実に2000万円を3月の14日に貸し付けています。3月の8日の時点で当のお金が枯渇したので返金要求があったために会社のお金2000万円を当に貸し付けています。これについては、明確に覚えているのは令和の虎の収録の後社内で僕が大津さんに直接言っています。会社から2000万円いくからと。彼女はもうそれ多分アホやから覚えてないのかその程度ですけども、少なくとも大津彩香が代表者になった後に会社から2000万円の支払いがありました。でさらに4月5月6月までの従業員の支払いとか、あと例の請求書受取代行サービスの司法書士事務所への支払いとかを会社の方がやっていたと。それが2000万円プラス約5000万円ほどになっているので、今会社としても7000万円ぐらいの債権者としては届け出は出しているということなので、例の8000万円がちょっとなんか嘘じゃないかみたいなことについても全くそういったことではない。その辺も含めて出してきてくれないとこっちが困るわけですよ。その辺が4月の債権者集会で明細が明らかにならなければ犯罪人に対して何らかのこちらは動きをするのに、この債権者委員会というのが有効に機能するのではないかということです。でその後まず開示されなければ開示しろっていう圧力をかけるでしょうし、開示されれば今度は中身を精査してその中身について、刑事民事で見つければ、まあ、債権者委員会として告訴あるいは告発、大津個人やトヨタ個人に対する損害賠償の請求という順番になろうかと。だから3億3000万円どこの口座に入って、少なくともそれが現状どうなっているのか、いわゆる使われていると思うんですよ。可能性があるのはまずはトヨタ弁護士に対する弁護士料と
資金管理団体に対する寄付っていうのが十分予想されるというか、その可能性は極めて高いんだろう。その資金管理団体にお金が渡っていることが彼らが今未だにお金を持ってるっていうことなんですね。で、向こうの彼らのその主張とすれば、いよいよもう国政政党は自由にお金を使えるんだから、別の政治団体に寄付することに関しては何の理由も必要ないっていうことで、おそらく1億6000万円はそっちに移してるんだと。それが財産破棄になるのかどうか、まあそこら辺が争点になってきて、まあここの資金管理団体にもしお金が行ってた場合には、ここに対して返還請求とかができるのかっていうのが民事的なことになってくるんでしょうけども、まさにその辺が司法判断をしないみたいなところがあるので、おそらくその大津側はこんなの自由に使っていいんだっていうように主張してくるんだろうな。だから第1回債権集会の債権者集会の後はそこの辺が争点になってくると今のところ推測されるっていう感じ。債権者委員会として大津さんに質問する予定はあるでしょうか？その場があればもちろんしますし、7月16日に債権者委員会の方でこのことを質問したいということは事前に投げかけようとは思ってるんですね、順調にいけば。ただ僕はもしかしたら大津さんはその集会すら欠席するんじゃないかなとは思ってるので、債権者委員会としては、まあ、豊田さんは出てくるでしょうから、大津彩香は絶対に出席させろと、場合によっちゃインチの方法だってありますよねぐらいは言うべきかなと思います。 NHK をぶっ壊